ベイリーズ、オリジナルアイリッシュクリームとは、アイルランド原産のクリーム系のリキュールである。ベイリーズと略記される。1974年にギルビーズ・オブ、アイルランド社によって開発された。また、世界一の販売数を誇るリキュールである。アルコール度数は17度、エキス分は21%以上。前日の通り、ベイリーズは1974年に、アイルランドのダブリンにある。 ギルビーズオーブ、アイルランド社によって開発された。アイルランドでは、落農が盛んであり、またアイリッシュウィスキーも生産していたことから、キューランより、ウィスキーにクリームを入れて飲む習慣があった。これを商品化しようと考えたことから開発された。ベイリーズを製造する材料としては、その半分が、クリームで10%のアイリッシュウィスキーのほか中性スピリッツ、砂糖に、 その他のフレーバーとされる。ベイリーズの背面ラベルと印字された賞味期限。ラベル左下部に記載される。ベイリーズのボトルには賞味期限が印字されている。この年月を過ぎても引用は可能であるものの、長期にわたる保存を行った場合成分が凝固する場合がある。この場合においては、輸入元へ連絡を取ることによって新品との交換が可能であるとする文献もある。 ベイリーズのラベルには、オンザロックで飲む方法が最も好まれるという趣旨の記述がある。また、ベイリーズを使用したカクテルには、以下のようなものがある。ありがとうございます。